ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。マップ右上に見える丸点がパルミドですね。で、現在ここにいます。はいと、じゃあ行きますか。ここにゲルダがいるらしいんで、どういうタイミングで仲間になるんだろうなぁ。あ、ここで話すイベントがある、イベントが終わるの後かなぁ、どうかなぁ。はい、どうも。ゲルダのやつに話があるんだ。悪いが通らせてもらうぜ。な、てめえはヤンガス。ゲルダ様がてめえなんかに会うもんか。帰れ帰れ。ガキの使いじゃねえんだ。帰れと言われて素直に帰れるかよ。いいから三下は引っ込んでな。ぐっ、誰が三下だと。さっきから騒々しいね。部屋の中まで声が丸聞こえだよ。すいません、ゲルダ様。礼儀知らずの客が押しかけてきまして、すぐに追い返しますんで。ヤンガスのやつなんだろう。もういいから通しちまいな。あたしが直接話をしてやるよ。ゲルダ様がそう言うんじゃ、仕方ねえな。はい、どうもどうも。ゲルダさんも話がわかりますね。ありがたい。申し訳ない。ゲーダさんの前に、こっちが先だ。こっちが先なんだ。そういえばヤンガスにしました。うん。これなんかね、入れ替えられるんだけど、今、ジェシカがさ、踊り子の服つけてるんだよ。だから、ジェシカにすればね、ジェシカしかもフォームチェンジするからさ、こんな感じで、変えられるんで、変わるんですよね。ジェシカだけなぜか。あと、主人公もね、主人公も、特定の装備つけると切り替わるんだよね。先に本だな。なんかありそう。月刊セレブリティ。なるほど。アルゴンハート、ヴィーナスの涙、クランスピネル。アルゴンハートですね。これはポイントとなるキーワードですね。揺られてるね、ゲルダさん。が私のところに来るなんて珍しいこともあるもんだ。ゲルダ、お前さんが闇商人の店で買ったって馬のことさ、あの馬を譲ってくれねえかい。あれはもともと俺の旅の仲間の持ち物だったのが盗まれて闇商人の店に並んでたんだよ。金額についてはお前の言い値で構わないぜ。正直きついが、なんとか用意してみせる。相変わらず率直な物言いだね。あんたのそういうとこ嫌いじゃないよ。でもあの馬は売らないよ。毛並みといい、従順そうな性格といい、実にいい馬じゃないか。ゲルダさん、やっぱ目がいいんですね。うん。まあさすがに呪われてるとは思ってないか。私は本当にいいものは手元に置いときたくなる性分なのさ。いくら金を積まれても譲れないね。どうしてもダメか。仲間のためなんだ。俺にできることなら何だってするぜ。へえ、あんたの口からそんな言葉が聞けるなんて驚いた。よっぽど大切なお仲間らしいね。いいだろう。ただし条件を出させてもらうよ。まあそうきますよな。ここから北にある洞窟のこと、まさか忘れちゃいないだろ。あの洞窟に眠るというヴィーナスの涙って宝石をあんたに取ってきてもらおうじゃないか。お前未だにあれよ。だけどよ、あの洞窟は昔俺が。あんた今何でもやるって言ったばかりじゃないか。男が一度言ったことを翻すのかい。とにかくヴィーナスの涙を持ってきな。そしたらあの馬のことも考えてやろうじゃないか。はい、ということでですね、北の洞窟に行くことになります。多分この下あれだな、鍵がないと、魔法の鍵とかがないとゲットできない宝箱は多分置いてある。さあ、じゃあ行きますか。行くしかないんですよね。どうかな、敵強いんだよな。記憶にあるわ。ここの敵でかなり苦戦させられたことを。
そして何があったんだろうね。昔俺がって止まっちゃったけど、ヤンガス一体何があったんだろうか。昔ゲルダと二人でその洞窟に遊びに行って何か痛い目を見たかな、自分の予想な。ここら辺の敵なんですけど、ミニデーモンでもなくて、この正面のでもないし、歩いてるやつでもないし、あれ、ここは生息してないのかな。ふわふわ飛んでるタイプの敵がゴールドをよく落とすんだよね。あ、でもなんか出てきてくれないですね、残念。確かこの毒沼のあたりだったな。ミニデーモンはね、メラミ撃ってくんで要注意ですね。この左にいるやつね。で、このま、なんだっけ、レディウィッチだったかな、は全然強くないから問題ないと思います。このカンダタに似てるやつもそんなに強くない。ヒャダルコに弱いですね、特にあの腐った下やばそうだよ。どこだったっけな。おっとっと、メラミがね40くらい食らうから要注意ですね。これだっけ、あれ違うな、あれどこだっけな。あ、これか。あ、これだな。じゃ今からヴィーナスの涙っていうのを取りに行くわけなんですけど、ここですね。すごい強かった記憶しかねえな。やべえな。大丈夫かな。あの正面に見えてる宝箱あるじゃないですか。まるでゼルダのような。あの宝箱取りに行くんですよね。あれを見るでガス。あの宝箱にヴィーナスの涙って宝石が隠されてるって話でガス。説明してくれたね。昔何があったんだろうな。あっしも以前この洞窟には挑戦したんですが、その時はあの宝箱までたどり着けなかったんでガスよ。でも今度こそは何としてでもあそこまでたどり着いてヴィーナスの涙を手に入れるでガス。なるほど。ここまでさ、まあ別に縛りプレイをやってたわけではないんだけど、ずっと溜め込んでたわけですよ。スキルポイントをね、このようにね。そろそろ振らないとダメかもしれないですね。ちょっとククールだけ見ていきますか。まだ見せてないと思うんで。メタルギリ22まではいかないとダメですね。最低でもね、剣は。弓スキルで杖スキルもいいんだよな。ただ、杖は、あ、でもバイキル足んのか。いやでもね、あのバイキュート65まで行く頃にはそうですね、多分不思議なタンパリン確保できてると思うから一つは。あ、違う、あれはでもテンションか。あ、戦いのドラムはないんだっけ、8は多分ないよな。そうだよな。いやー、弓スキルとかちょっと見てみたいですけどね。カリスマも多分必要。天国への階段とかお酒の名前じゃないか。アルコール度数 99.9% だっけ。一回飲んだことあるけど、あれはすごかったな。ジェシカと主人公とヤンガスにもそろそろ振らないとやばいんじゃないかな、そんな気がする。別に縛ってたわけではないんだけどね、なかなか振るタイミングがなかったっていうのと、今でも迷ってるっていうね。おお。視点切り替えれば多分消えてくれるだろう。消えねえ。この迷宮は秘宝ヴィーナスの涙を守るために作られている。知恵と力を兼ね備えし者のみが真の栄光を手にするであろう。なるほどね。いやー、ゼルデンの時岡に比べれば絶対簡単なはず。謎解き系とかね、そういうのはね、もうだいぶやってきたからね、クリアしてみせる。さあ、新たな敵、初めて戦うけどすごい強そう。亡霊剣士マミー。マミーは防御力下がりそう。通常攻撃。イオで全体攻撃。マミーを先に倒す。ああ。うわ、眠らされた。つら。効くな。さすがに、すごい薄そうな防具だもんな。言うて踊り子の服強いんですけどね。イオをくくるマミー。マミー先倒したかった。いや、強いな。亡霊戦士強い。
亡霊剣士か。こいつやべえな、強えな。なるべく戦わずに行った方が良さそうですね。防具は整えておきましたよ。ちょっと申し訳ない。もう一回見ます。スキルポイント。これワンチャン、もう今振らないとダメかもしんない。ジェシカですね。杖スキルのとこ、ルカなんか。ワンチャン、魔法攻撃系何か覚えるんだったら、とは思ったんだけど。総流打ちか。無知もなー、整えないとダメだよなー。まずいかなー。いや、ここの敵はドラゴンじゃなかったから大丈夫なんだけど、ルカナンはまあルカにあるからいいかな。お色気か。まあお色気38までは絶対踏んなきゃいけないから。あー、マジか。いや、でも行くんだったらこれ発生ダンスあるからね、お色気はがっつり行ってもいいんですけどね。まだ踏んなくても参るかな。ギリギリまで振らないスタイルで行こうと思ってます。でもね、もうそろそろ、言うてもこの限界かもしんない。そろそろやばいかもしれない。この踊る宝石がどれくらいゴールドを落としてくれるのか後で確認しておきます。このまままっすぐ進んで良さそうですね。次のね、レベリングポイントは、だいぶ先なんですよ。だいぶ先なんですよね。お城まで行くんで、次の。うわ、急に出てくるな。あ、でも一体ですね。だったら、全員攻撃で。稲妻斬り？かっこいい。テリーか、お前は。テリーの亡霊か？うわ、ククール、攻撃力低く。ククールも早速補助に回すかな。これもうすぐ下に行けちゃいますね。このフロアまだ、あれしてないんだけどな。まあ、いっか。探索は裏でもできるし、おっと！人食い箱普通に歩いてるのかよ、マジかよ。悪魔の壺いそう。あ、よかった。牛の糞。まあ、基本的に触れずに行きます。ヤンガスの背の小ささが露呈してんな。あ、これはもう行かなきゃダメなやつか。あ、なるほどね。ここは、宝箱。蹴っ飛ばした。1000ゴールドかありがたいな。今は全然金ないからな。亡霊剣士はまずいな。毒沼。あ、結構食らったな。まあいいでしょう。これさ、もしかしてここルーラポイントなってたりしないかな。あ、なってる。これはありがてえ。だからリレミトで抜けて、まあ、最初からにはなっちゃうけどね。できるかね。そういうこともね。PS2 版はどうやらなかったみたいですね。リーザスの塔もね、多分ルーラポイントなかったよねっていうコメント来てたんで。今回から優しさ？優しさですね。3DS 版は優しさに満ち溢れてね。優しさに包まれたならだね。自分優しさに包まれたならすごい好きなんですよ。魔女の宅急便の曲ですね。魔女宅の。マミーもね、亡霊戦士とまとめて出てきそうだから、触れない。おっとっとっと。曲がった瞬間いるのが怖いけど、ピクーンってなって、ついてきてこうな、ついてこなければ全然 OK。視界に入らなければ大丈夫ってことですね。もうこれはもう悪魔の壺フラグだな。いやー、人食い箱でないことを祈る。頼め。あ、これは大丈夫ですね。鍵がかかってるパターンは絶対大丈夫。赤カビか。これも多分錬金ですなぁ。赤カビ、水カビ。次は緑カビ。もうそれはただのカビか。小さなメダル。チーズとかで結構カビ、あ、そっか、チーズ用か。じゃあ本当に緑カビあるかも。青カビ、赤カビって聞いたことないな。でもなんか、このドラクエの世界だったら黒カビ、黄色カビもありそうだね。何でもありそう、カビなら。よかった。悪魔の壺いなかった。助かりました。もうさまよう鎧とか絶対強いから、戦いたくないよ。これはどっちかが人食い箱フラグだな。じゃあ、左に人食い箱。あ、これは鍵がかかってたか。キトンシールド。これは先に装備つけよう。
キトンシールド。上がるね。そうですね。じゃあ、こっちかな。ジェシカ立てつけてなかったんだ。あ、一食いバコフラグ。おー、俺当てました。やった。トラップは左に置かれやすい。行動学。ソースは行動学。かぶと割り、攻撃、ルカニ。スカラか。いや、ホイミだな。甘い気、まずい。先行取られるか。25下げます。うわ、かわすか。マジか。やばいな。逃げれないよね、多分ね。ワンチャン貯める？ワンチャン貯めるあるね、これね。ホイミ、ジェシカ。でもメラミ覚えてないからな。ピオリム先かな。そしたら、みんなの素早さ上げないと。ナイス。よくかわした。さらに眠るのか、そういうのあるのか。ワンチャン貯めた方がいいかもしんない。二人とも貯めよう。貯めて貯めて。眠らされたら積むんだけどな。通常攻撃。ヤンガス目覚ます。ヤンガス兜割り。貯める貯める。なんで、雑魚戦なのに中ボス戦みたいな戦いになってんだろうな。これ結構辛いですね。ここでいきます。兜割り、攻撃、攻撃、攻撃でいきます。守備力下げたからね。よしよしよし。あー、危ねえ。マジか。そんなに苦戦するか。はい。じゃあ、地下2階、とりあえず終了ですね。次回、地下2階、地下3階からスタートしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。